ずるずるていた勝先発と左投手の絶対数が少ないヤクルト高津慎吾監督がドラフト会議で即戦力投手の獲得を期待した。今季の防御率はリーグワーストの 3.64。 先発陣は吉村の9勝が最多、次が高橋の8勝。ローテを回る人材が不足している。高津監督は先発ピッチャーであったり左ピッチャーの絶対数が少ないので弱点の一部なので、そこを補強したいのはもちろんと明言こそしなかったが、狙いを明かした。ヤクルトの編成と高津の好み的に外れ、1位は無駄に即戦力左腕にこだわって吉田貝原でしょうね。外れて篠木と貝原ならマシな選択肢、育てられもしない藤田とかに行くのが最悪じゃないの。金丸中村宗山なら文句ない、西川渡辺石塚なら理解できる、その後は戦力補充になってくれたら御の字かな。中村は声を上げても単独にはならないだろうけど、2球団目が声を上げたらそこで止まりそう。渡辺は打球速度が一番神宮ならホームランも増える。1位は野手にしてほしいけど、まあコメントからして投手は確定してるだろう。投手にこだわりすぎて2019みたいな感じだろうな。来年もドラ1即戦力投手やって、そう再来年もこういうこと言っといて、渡辺一本釣りでもしたらお見事だけど、まずやらないだろうしね。ご視聴ありがとうございました。